今週は看護週間です。少子高齢化などで看護師不足が懸念される中、看護の魅力を広く知ってもらうための出前授業が開かれました。上手上手。どう、結構重たい。頭が重い。ねえ、ねえ、みんなこうやって抱っこされて育ってきたね。広島市内の小学校では、助産師が児童およそ100人に出前授業を行いました。若者に看護への興味を持ってもらおうと、日本看護協会は今週1週間を看護週間としています。子どもたちは妊娠中の体の重さを体験するなどして、妊婦の苦労を学びました。大変なんだなって分かります。子育てするときにお母さんたちがやっぱすごいんだなってことが分かった。人手不足に直面する看護業界、少子高齢化で需要が増える一方、このまま対策を講じなければ看護師のなり手は年々減少する見込みです。広島市民病院では看護師を確保するため学生に注目します。看護の担い手が減ってしまうので、看護学を目指された人が本当に看護師になっていただけるように、積極的に看護学生さんの実習の受け入れを当院はしております。看護職の人材確保へ、看護週間の今週18日まで全国15県で看護の魅力を伝える催しが開かれます。